どうもカマです。キャプテン・オブ・インザストリー実況パート14やっていきましょう。前回こちらの、養鶏場、鶏を育てる工場を作りました。これは卵ですね。そしてこちらには、鶏肉、ちょっとかわいそうだけどね、鶏肉を作って出荷しています。で、今回はこの2つを処理するというか、加工するために、ここら辺ですね、スナック菓子の製造、そして包装食品かな、ここら辺をちょっとねやっていきたいなと思います。まだ研究もできてないんだけどもね、はい、研究しつつちょっとジャンクフードをね作っていこうよ。まあ、ただね、全部研究してったらどこまで時間かかんだって話なので、ちょっとね団長の思いで研究内容を絞っていこうかなと思ってるんですよね。最終的には一番右端にあるこれですね、ロケットの組み立て打ち上げ、これをゴールにしたいなと思うんだけど、まあ、できる限りね、最短ルートで研究を進めていこうかなって今の時点思ってますけど、今回はとりあえず俺はジャンクフード食べたいからスナック菓子の製造をね、包装食品とここら辺をやっていきましょう。ということで今回も工場ぶっ立てていこう。まあとは言ってもとりあえず研究をね進めていかなきゃいけないので、いきなりスナック菓子の研究できないからね、その前段になる、研究をしてます。で、待ち時間がある、その待ち時間のうちにやっておきたいのがこれですね。電気、今最大 2.3 メガワット生産できるんだけど、たまにね需要が 2.3 超えるんだよね。なので、これをちょっと発電施設を増やしましょうかと思ったら、ちょっと待ってね、トラックは宛先に到達できませんって出たね。これは前回私が作ったゴミの山かな。いけないと。いけない？どういうこと？いけないんだ、こっから先。あ、そう。ちょっとここら辺とか無理？いけない？頑張れない？わかった。じゃあ、ちょっと隣増やしましょうかね。こっちの方もね。はい。いけるよね。あ、違うわ。なになに？違うわ。別の子行きたいっつってる。え？ここに行けない？あー、燃料が空だからか。なるほど。いや、それは待ってなさい。待ってれば多分行ってくれるんじゃないかなと思うんだけど、その給油をするための車はなんでこう止まってんだっけ？え？これはどこ行けないって言ってんの？ないない、どこどこどこ、すーごいとこ行くね。あー、ここね。鉄鉱石掘ってるとこね。これなんかうまくいかないんだよね。そんなめちゃめちゃデコボコしてるわけじゃないような気がするんだけどね。行けないって言うんだよな。ここ掘るのやめよっか。ここを掘ってるとまた同じようなことを繰り返すから。こっちの方掘っていきますか。ちょっと緑が多いけれども、中は多分鉄鉱石でしょう。一回真っ平らにここを削ろうか。ね。平面にしよう、ここ。山を。ダメだ。到達できる地形がないって言われてる。これダメなのか。いまいちわかんないんだよな、ここら辺な。一個深く掘って、そっから先、まっすぐ掘るか。平らに掘るか。これは？あ、これは行くね。はい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 。あ、いいんじゃないいいんじゃないいいんじゃ。で、伐採できる木がもうないって言ってるね。木もね、だいぶ伐採しましたね。あとはこっちのこの段差がある方だね。ここら辺をどうするかなんだけどさ、こういうとこって、階段みたいのってないよね。ってことはもう掘るしかないんだよね。掘って、坂を作るしかない。採掘完成塔を置いて、ここら辺からこう、こんな感じで、こう、掘り進めるといいんでしょうか。そして、今までは小型油圧ショベルカーを作っておりましたが、今回は油圧ショベルカー。最大バケット容量が20の本格的なショベルカーだって。バケット容量ってなんだ？あー、このあれか。このスコップになってるところにいっぱい入るってことかな。お、なんだなんだこれ。あ、食べ物が足りない。養鶏場マジか。鶏に食べさせる、家畜飼料がないんだ。
家畜シロってどっから持ってきてっかっつうと、ああ、ここか。あれだ。小麦粉を作るときに出てくるやつだね。それがないと、申すか。小麦粉がもう、いっぱいなんだね。他の作り方はいっぱいあるね。小麦を家畜シロにそのままできるのか。はい、ここに今たっぷり小麦が詰まってるので、こいつをですね、混合機にかましてあげると、よいしょ。はい。こうしてあげれば、小麦がどんどん飼料になっていくはず。はいはい、いった。いいねー。おー、動いてる。いいよー。そして出てきた飼料が、おー、いいね。ニワトリちゃん、お待たせ。いっぱい食べて、いっぱい増えてね。あ、ちなみにコメントで教えてもらったんですけど、卵は、そのまんま、市場で売れるらしいね。野菜が全然ないんだよね。野菜の代わりに、卵。はい。オッケー。鉄鉱石掘れないって言ってんな。ほんとわかんないんだよな、これな、俺な。苦手。なんでこれ掘れないんだ？まあ、今は掘れないのは、ここが赤くなってからね。縁が赤くなれば掘れませんはわかるんだけど、どうして赤くなるのかはわからない。あー、なんか、こう見ると高さの差があるのか。0と1で。じゃあ、ここを同じく1に合わせればいけるのかな？こうやって。どう思う？いけると思う？こうやって。あ、いけそうじゃない？これだったらね。はい、お願いしまーす。よし。で、そうだ。電力をね、増やさなきゃいけないなーと思ってるんですよね。2.3 メガワット以上を最大発電できるようにしたいので、ま、軽油いっぱいあるから、普通に軽油燃料発電機使おっかなー。とりあえず、インスタントに、ね、解決できる方法でいきたい。これ1個あると、216kW か。まあ、少ないっちゃ少ないけどね。お、製塩が終わった。塩を作れるようになったぞ。これで塩が作れるようになると、スナック菓子を作るの確か塩必要なんだよね。そう。あれ？スナック菓子は肉使わねえか。あ、間違えた。トウモロコシだったわ。トウモロコシか芋だった。あれ？これか。包装食品か。そうだね。包装食品で肉を使うんだ。卵も使えるね。そっか。じゃあ、こいつが今日の目的だな。はい。いろいろ並行してやってると忘れる。あれ？ショベルカーは鋼材を持ってこれないとな。鋼材持ってこれないの？ああ、ゼロだ。うっそ。え、なんで鋼材ないんだっけ？溶融鋼がない。溶けてる鋼がない。ってことは、その前。溶融鋼を作れないのはなんでかというと、酸素が足りない。酸素？これよな？あ！大気分離施設で酸素作るけど、窒素がもういっぱいだからって言ってんのか。窒素、今他に使い道が実はないのよね。なので、一回ここを壊しまして、配管調整器くっつけて、配管をこちら。で、もう片っぽは、煙突、設置できないのか、これ。バツって言ってたね。ダメだ。直はダメってことかな。煙突を一個離して、配管を、こうか。はい。で、優先するのは、窒素を使う方。こうすると、必要な分は窒素が全部こっちに行くんだけど、ここでもういっぱいだよって今6分の6だよね。いっぱいの時はここの煙突から窒素ブシューって出しちゃうっていうね。ちょっともったいないけどね、今はね。で、これで酸素が、はい、使われて、溶融鉄を作り出すと。はい。やっとこれで、鋼、鋼材が作られます。よかった。貨物船の燃料が少なくなったって今出たけど一瞬。この辺り？ああ、燃料空だね。
おお、ここは流れてきてないの？あ、流れてはいいけど遅いのかな。これあれだね、配管2にしようね、強化していきましょう。これ研究所2ももう一個増やしてもいいかな。結構ね、研究機材も溜まってるしね。もう一個増やそっか。電気結構使う？90kW。うん、ぼちぼち使うけど、まあいいでしょう。いっちゃえいっちゃえ。ここら辺かな。ちょっとね、並べていきましょう。はい。おっと、待って、労働者が足りないと言われた。マジか。労働者足りない。これはあれか。灯台か？灯台を作るか。それか、船だね。船で、ちなみに今このね、船舶は、ずーっと、ここの損傷した貨物船を直すために銅を待ってるんだけど。銅がね、なかなか余らないからね、ちょっと時間かかってますね。待ってる間にね、ちょっと他のところ、探検して、だいたいこういうとこ探検するとね、人が、ゲットできるんですよ。うん。さらってきてください。おっと、船が先頭に入った。さあ、うん。いや、いける、いけるよ。大丈夫だ。自分を信じて、勝てるよ。そうそうそう、片っぽだけまずやれ。オッケー、オッケー、オッケー。よし、勝ちました。余力は残してる。さあ、これで労働者が手に入るはずだ。19人、オッケー。大豆の種だ、やった。確かあったね、研究で、大豆って。やったねー。これで枝豆食べれるじゃん。納豆もいけるよ。さあ、そして船舶が帰ってきたので、新しい研究所も動き出したね。オーケー。これで研究も早くなるはず。はい、電気分解、アンロック。製品に電流を流し、より単純な物質に分解する。水を酸素と水素に分解。はあ、アンモニアを窒素と水素に分解。これは塩水を塩素にする。はあ、新しいグッズが出ました。塩素。まあ、これはでも別に今はすぐにやらなくていいかな。うん。とりあえず、取っておこう。大事な思い出にしておこう。で、次今やってるのは合成樹脂だね。いよいよ。プラスチックってことかな、これ。あ、これで使うのか。ナフサと塩素で合成樹脂。ナフサ？なに、ナフサって。なんか見たことがあるような気もする。あった！これだ！ナフサ加工。いろいろあるね。あ、検出原油を使うのか。それか、軽油を使う。軽油結構減ってきてるんだよね、実は。もともと1000以上あったのに790。結構減ってるんすよ。ちょっとやばいよね。ちょっと軽油も増やすか。原油なんだよね、でもね。原油がなー。そっか。ここに、まだスペースがあるからね。ここに追加すればいいのか。液体搬送用設備、中をここに、こうやって追加してあげると、原油を、より多く持ってきてくれんのかな。あ、見て見て。貨物船、ほら。増えた増えた。原油もう一個運べるわ。あ、そういう仕組みなんだ。なるほどね。あ、これいいじゃん。これだったら、軽油を作る施設は、増やさなくてもいいかな。ちょっと様子見ましょう。そしてシカーも、ここの船舶も、損傷した貨物船の、修理に必要な貨物すべて積み込んだので、行きましょう。ここだ。貨物を運ぶ。よし。それで修理ができたらね、もう一個貨物庫を増やせるもんな。よし。貨物船修理完了。オッケー！やった！これで3隻目だ。新しい貨物船使う前にもう一個液体搬送用設備をつけるか。もう、全力。全力で原油を運べ。そうしましょう。あ、そして労働者足りない。やっぱあれだな。灯台必要だな、これ。灯台、灯台。灯台、船長の家の横に作りましょう。ここに。はーい。灯台でーす。よし。さあ、これで人が、わんさか増えるはずだ。ちょっと待って、そもそも灯台で働く人がいない？そういうことなのか。
なるほど、なるほど。ちょっと待ってね。ちょっと一回この研究施設3止めるか。これで16人開くから。はい。ね、これで東大も働ける人を、そうだね。確保できたんで。まあ、ユニティはね、1使っちゃうの結構痛いんだけどね。毎月1だからな。よしよしよし、貨物船がいっぱい持ってきましたよ。石油たくさん。じゃんじゃん。あ、そして養鶏場食べ物足りない。もう追っつかないから、ちょっと待って。なんで？小麦は？あ、なくなっちゃってる小麦。空っぽじゃん。あ、待って、じゃがいもからも作れるぞ。じゃがいももオンにしよう。そう、じゃがいもはいっぱい余ってんのよ。これ全部じゃがいもだからね、ここね。これをさ、ここにこう、うまく入れたい。はっ！全然ルート見ずに入れたけど大丈夫これ。大丈夫かな？まあ大丈夫でしょう。よしよし。これで、芋が、ゴロ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 ーと、入ってって、で、優先度、じゃがいもをあげましょうか。こうすれば、はい、じゃがいも優先して使われていって、小麦は、その次だからね。うん。小麦はほら、パンにもするからね。パンが今足りなくなってない？逆に。あ、いっぱいあるわ。すごい、農作物、めちゃめちゃ豊作だな。で、忘れちゃいけないっていうか忘れてました。すいません。大型ショベルカー、油圧ショベルカー、できたので、こいつを、あ、待って、これ通っていけんのか、これ。向こう側行きたいんですけどね。この動画のかなり最初に話をした、ここの坂を登りたいんですよ。行けんの？ちょっと試しやってみようか。行けない気もするな。行けんのか、これ。ダメですよね。そうですよね。こうかな？ね。こうしてあげれば、まずここはいけそうでしょうと。おー、いった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 。ナイス！ナイスー！そこまでいけてもダメか。こっち、今度いけないよね。え？行くの？頑張る？お、すごいとこ通った！そこ通れんのか！素晴らしい！やったー！来たぞー！待たせたなぁ。あ、ダメだ。ダメだ。ちょっと待って。こんな感じで登ってってほしいんだけどなぁ。行きませんか。お、行けそうだね。よし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 。ナイスー。ちょっと、また途中で止まりそうな、あ、ほら止まった。わかんねえよ、これ。これどうすればいいんだろう、これ。あ、わかった。逆にゴミを埋め立てんのか。あー、わかった。そういうことだ。違うわ。ショベルカーで掘るんじゃない。逆だ。ここら辺まで一回、ゴミ埋め立てしますか？はいはい。あ、いいよいいよいいよ。いいよいいよ。あ、いいっすね。いいっすね。頼もしいね。さあ、じゃあちょっと船舶、どんどん行こうか。ああ、でも待って。いけないか。もう遠くて。燃料層が、もうパワーアップしないともう、いけないね。あ、ここいけるわ。ここ行こう。マジか。そして、なんか手に入ったって言ってたね。探索地で。はい。21人ってゴムと銅。ありがとう。あ、なんかあるぞ、これ。なんだこれ。集落がありますが、ここはいけないね。906キロ離れてるから、もう多分800キロ以上離れてると、燃料層2パワーアップしないと多分いけないから、残念。こっちは何これ？何これ？井戸？あ、地下水用井戸がありますだって。あ、なるほどね。地下水だから、最初から真水なのか。水の輸送か。めちゃめちゃ効率悪そうだな。しかも敵のバトルスコア400だって、やばい。俺の倍じゃん。ダメだ。全然今勝てません。悔しいけど一回帰ろう。はい。スナック菓子の製造も終了しました。やったー。で、スナック菓子作るには、塩、食用油どうやって作るの？合成樹脂が必要なんだよね。食用油と合成樹脂。合成樹脂はまあ、これでナフサ作ればいいんでしょう。これ結構道のり長いぞ。食用油はどうやって作るんだ？
西洋油菜だ。これだ。食用油。西洋油菜？種？ちょっと待って。種を手に入れるっつうことは、探索をしなきゃいけないんだよね。海の探索。でも海の探索、今の時点で行ける場所ないんですよ、僕。ってなると、先にこっちだね。船舶用機関2。こいつを研究しなきゃいけないのか？で、これ研究して、その次、船舶用兵器 2？ 船橋 3？ 燃料層の改良。ここまで来てやっと行けるようになるのかな？ちょっと待ってね。かなり遠い道のりじゃない？これ。まあでもやりましょう。やりましょう。ね。船舶用機関。こいつをまず、研究。で、今やろうとしている包装食品でこれ後回しだね。うん。そもそもスナック菓子が作れないんだったら包装食品だって作れないもん。あ、でも待って。船舶用機関2で、より遠くまで移動できるようになりますだって。ああ、じゃあいいじゃん。これだけ研究すればとりあえず、西洋油菜の種を取りに行けるってことかな。ね。で、ユニティ結構減ってきてんだよな。これなんでだっけっつうと。お、大気汚染、水質汚染ね、結構減ってるね。マジか。病気もある。え、嘘、病気？インフルエンザ、軽度、嘘。え？避けることはできませんって言われたけど。船が探検でかけると、その乗組員が季節性の病気を持ち帰ることがあります。マジで。なんかさ、病院っていうのも研究であったんだよな。あった、病院。これがあると、インフルエンザとかも、まあ、発生はするけども、すぐ治してくれたりすんのかね。まあ、いっか。いいよ、いいよ。気合で治そう、気合でな。うん。こういうね、何もない島から、僕ら、開発をしてきたじゃないか。開拓者精神、フロンティアスピリッツで、乗り越えていこうよ。あ、しまった。建設関連部品1が、木がなくて作れてないな。そうか。もう伐採してないから木ないよね。そう、ありゃそうだよね。海外から木だね。どれだっけ？これか。貨物運ぼう。はいはい。製材所。これ行きましょう。あ、待って。運ぶって、乗っけてるっけ？乗っけてない。ちょっと待って。ストップ。順番間違えた。中止したいですね。中止できないんだっけ？あ、なんかできないっぽいね。無駄足ですと。いってらっしゃい。おー、そして、船舶用機関2。やった。で、新しい研究もしちゃいましょうか。もう次のこれやっちゃうか。船舶用兵器2もいっちゃいますか。ん？できない。これは、研究施設4が必要なのか。これもできない。あ、ガラスを作んなきゃいけないと。そうですか、そうですか。わかりました。じゃあ、ガラス行きましょうか。ガラス研究して、研究用施設4からの船舶用兵器2。これやんないと、多分、強敵に向かっていけないね。で、その間にですよ。本当はね、ここの貨物搬送設備をもう2つぐらい付け加えられるように、こっちと同じようにパワーアップしたいんだけど、これパワーアップするとなんかおかしくなったよね、前回ね。ちょっとセーブしてもう一回やってみよっか。さあ、どうですか？いけて、お！お？お？大丈夫か？あ、なんか大丈夫っぽいような気がするね。エラー出てないもんね。ねえ。よしよしよし、やったやったやった。使おう使おう。いや、でも先に製材所を復活させないと、あれだね、選択指定できないから、船に、はい、150個の修理部品を乗っけたので、改めて行きましょう。よし、製材所を復旧完了！やったー！おー、すごいすごい。やってますね。箱詰めかな？そうだね。箱詰めでした。オッケー。お、なんか立派だね。箱詰め用の搬送設備。お！木を運んでるね、これ。この赤いの、多分そうだよね。おー、すげー！
はいはいはい、木が入っていく。お、早速積み込んでる。いいね。お、ガラス製造が完了しましたね。これどうしようかな。これ次回かな。ちょっと次回やっていきましょう。今回は、新しくね、木材を海外から輸入し始めました。そして原油もたっぷり持ってきました。で、次回はガラスを作っていきましょう。本当はね、包装食品、ちょっと鶏肉をたくさん使いたいからさ、包装食品作りたかったけども、かなり、遠回りしなきゃいけない道だということが分かりました。ということで、今どれくらい溜まってるかな、卵、鶏肉。ああ、卵はあれか、市場で売ってるから、ないですね。鶏肉、360、いっぱいになっちゃってるもん、もう。マジか。ちょっと待って、鶏肉、これもう一個、ここにくっつけよっか。こうやって。はい。たっぷりね、鶏肉を貯めて、いつか一気に使いたいと思います。ということで、よければチャンネル登録をお願いします。またこの動画が面白かったら、高評価ボタンを押してもらえると嬉しいです。ではまた次回の実況でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。